おはようございます。おはようございます。ででーん、ひたりカリー、どうですか。ついにオープンですよ皆さん。実は昨日緊張して眠れなくて本当にクランクイン、映画とかのクランクインとか舞台の初日前くらい眠れなくてもうびっしょびしょになっちゃった。 T シャツも作って、看板もメニューも作って気合入ってますから、カレーも見てください。前回買いに行った寸胴で、じゃーん、美味しそう。そう、美味しくできました。そしてデトックスウォーターも前回買い出したものが今日みんな生きるわけですね。こちらはキーマです。じゃーん、うわー、めっちゃ美味しそう。今回やっぱカレー屋さんオープンするってことで、いつもカレー単体で勝負してたんですけど、アチャールも作ってみました。あとキャロットラペを、ね、なんで2種アチャールつけて提供しようかなというふうに思っております。サフランライスを作りましたね。お、いいね、めちゃめちゃ色ついてるね。今回キタリエカレーオープンにするにあたって、ちょっとお手伝いとしてもう飲食のプロ藤井ちゃんが来てくれてます。藤井ちゃんです、よろしくお願いします。藤井ちゃんはあのもう本当にずっとあの大好きな焼肉屋さんで ね、あの結構長く、はい、出会いまして、そこからいろいろなご縁があり、今日もちょっとお手伝いして、いや、こちらこそよろしくお願いします。本当にありがとうございます。いい、どうですか。めっちゃ店、めっちゃ店いいですね。じゃあ一人目のお客様としていただきます。うん、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 うわ、寸胴で作ったけど上手にできてますわ、美味しい。おー、うん、あ、うまっ。よかった。うん、これだったら自信を持って提供できる気がするな。何点。え、6点です。おー、素晴ら、うん、ちょっとここの棚が寂しいなと思ったので装飾してみました。わかりました。なんかやっぱ今アクスタとカレーとか撮りたいじゃないですか。でも多分みんな本人たちもアイドルなんで持ち歩いてないじゃないですか。なんかあのレンタルレンタルアクスタとして、あ、じゃあ、あ、じゃあせっかくだからキタリエとカレーで撮ろうみたいな感じで、あのお好きなアクスタを選んでもらって、そのアクスタとカレーだったりとか、あとこうね、ほらこうやってキタリエ、キタリエカレーだよみたいなのを撮るためのアクスタコーナー。相掛けがまあおすすめです。とそうだね、え、はい、じゃあ2種相掛けでは少々お待ちください。はーい、どうぞ。よいしょ、いただきます。うん、おいしい、めっちゃおいしい。ありがとう。でもこんな圧かけてまず言いづらすぎ。キーマカレーの方がその味の変化がこの一つの味のカレーの中で起きてて、このココナッツの方もまろやかグーンって追いかけてくるこのスパイス感めっちゃ美味しい。あ、ありがとう。もう取れました、今日閉店です。もう冷凍ご飯結構使い切っちゃって。うん、うん、よかった、これで対応できるね。うん、これの方だから。いや、結構大変、当たり前だけど、なんか早く出さなきゃという気持ちになるから、うん、でも、ちょっと余裕持ってね、ドキドキしちゃう。うん、いただきます。ほい、ウーマって書いとこ。ありがとう、ありがとうございました。さあ、ファーストお客様を迎えて、ちょっとね、ご飯も炊けてないしみたいな感じで結構テンパっちゃったんですけど、でももう流れはね、もう大丈夫なんで、次のお客様をお待ちしたいと思います。机の掃除しよう。あー、元気ですか。嬉しい、初めまして、ちょっと来ちゃいました。いや、ありがとうございます。
うわ、美味しそう。いただきます。どうですか？うまありがとうございます。あれ、ちなみにすごい久しぶり。卒業するよね。あの8月で。もうすぐじゃん。何するの、卒業したら？バラエティ。かっこいい。粗品さんに刺さってるとお聞きしましたよ。YouTube も言っていただいて。そうそう、私実際に粗品さんに会ったの。誰が今面白いですかみたいなメンバー聞いたら、中西さん。名指し、マジで。あ、いらっしゃいませ。ねえ、待って、思わず。いや待って、どこの方だねえ、面白いぞ。久しぶり。元気ですか？元気よ。いや、千織ちょうど連絡してたよね。あ、そう、ねえ、アホって。あ、妹の久しぶりです。前でちょっと会った。会ったことある。会ったことある。ちなみにこういうこと書いてありますけど。飲めますよ、もしよ。じゃあビールください。歩いてくる途中から。あ、じゃあもう確かに、ビール飲みてー飲みてーと。いやいや、なんかちょっと語弊を。酒飲んだ人もいるんですか？結構カツです。イエーイ。ヤッホー。そう、アチャールも。あ、こんにちは。こんにちは。YouTuber のソワマンです。ソワマンさん、こちらもキタリエチャンネルというのをやっておりまして、最近ちょっとかき氷屋さんでバッタリやっちゃった。あ、バッタリバッタリやってる。お話は伺っております。お世話に見ております。いろいろダンスとか。ダンスを見てる。私も見てました、バチラ。バチェラーですよね。はい、はい、番組やってましたよね。やってました。あ、ね、長谷川さんとそれこそやってました。推しのカレー食べれるの嬉しいんだけど。そうそう、推しメンだ。ずっと好きってるから。そうそうそう。え、どうしよう。え、でもやっぱりこれレンタルアクスとありますけど、かなちゃんよかった。何それ。カレーと一緒に撮りたい。あ、それで。リエちゃんじゃない人いる。リエさん入れなくて大丈夫。あ、大丈夫。うちのリエちゃんで。本当に超タイミングよく、めっちゃスパイスカレー食べたかったな。そんなことありますよ。これマジなの？それちゃん、あれ？マジマジマジ。そんなことありますカレーイコール、リエちゃんの高みなっていうのがすごい、洗脳早すぎちゃう。カレーだ、カレーだ。嫌だ、洗脳。マジ、だから、2人に聞いて、ほんとよっぽどのこと行こうかなって思うぐらい、超食べたかったタイミングでリエちゃんから連絡ってから、これはもう、嬉しい。呼ばれてると思って。見てるよ。見てるよ。来てくれました。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。1日目無事終了しました。どうもありがとうございました。本当に長時間みんなに日程を送った時に、すごい投資営業大変だけど頑張ってって言われて、いや、なんかそんな大変じゃないよなんて思ってたけど、大変だこれは。また帰ったら明日の分の仕込みがあるので頑張りたいと思います。目標は48人なんで、2日間で、まあ、24人来てたらいいよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、
多めにちょっと今日夜作って持ってきたいと思います。もうあと明日だけなんで、倒れる勢いでちょっと仕込んでこようって思うので、でまた明日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。おはようございます。キタリエカレー2日目です。イエーイ。今日は青です。昨日は
本当緊張で寝れなかったけど、今日はなんか結構寝れたので元気元気、あ、眠いけど元気です。でもなんか昨日寝るときに、なんかこういろいろ今日一日を振り返るじゃないですか。で、昨日振り返ったときになんか、あ、なんかすごい良かったなみたいな気持ちで、結構幸せな気持ちで眠りにつけたので、すごいやっぱ昨日は楽しかったなっていう。今日の一人目も楽しみにしたいと思います。今日はこれの案内を忘れないように先にしたい、なんか、あ、アイドルねって思ったら所々リエちゃんで受けるみたいなこと言ってた。みんなグラグラアクスタみたいな感じで立つんだけど、誰か来た、え、すいません待って待って1名様、ちょっとまだ開店11時からで、ね、まだ開店してないんですけど、ああ、あ、ほんまですか、はい、確かに、あ、そう、まだ、あと今日あのちょっと友達知り合いだけで、え、連絡してないんですけど、あ、連絡来ないと無理なんですかこれ、まあ、全然無理じゃないです、無理じゃないですけど、すいません、ちょっと上からの、あ、上からのおすすめは何ですか。おすすめはやっぱ愛がけ、どっちも食べてほしいので、愛がけカレーが、じゃあ愛がけと、はい、あれ、お酒がないと人いい、そうなんです、もしよかったらお酒も用意してるので、じゃあマティーニ、マティーニ赤ちゃん来た、え、呼んだ、いや、呼んでないです。大家さんもまだ来てないのね、しーちゃん、でもしーちゃん今日の夕方来るって言ってたけど、別にしーちゃんも何も言ってなかったので、見て、めっちゃ観察してあ、全然やりますよ、それ、はい、全然すいません、ちょっとこれしかなくて、いやフェスみたいで、でも俺フェス行ったことないんで、あ、そうなんですか、すごい好きそうなのに、フェスとかフェスね、なんか出たことしかなくてかっこいい、そう、いただきます、はい、どっちから行こう、うん、どうですか、ベリーウマーバー、わー、ありがとうございます、これ本当の、うん、本当のベリーウマーバー、本当のやつ、うまっ、ほんまにうまい、今回ちょっとお店出すにあたって初めてアチャールなんかも作ってみたんで、ぜひ味変で一緒にカレーと食べてください。アチャール、これね、はい、キャロットラペと、どう、あ、こ、ね、紫タブレのこれ自体がアチャールですね。そうそうです、あ、ね、すごい変なとこで開業しますね。まあまあ。ノーゲスですね。やばい。書き入れ時じゃない、普通だったら12時40分って。大丈夫かな。大丈夫かな。ちょっと心配になってきたよ。今日だってまだ岡ちゃんしか来てないよ。迷ってるとかない？歯見ますか？歯見当たりませんね。嬉しい。やったー！今日、あ、おかちゃんを除いたら一人目のお客さん、みきさんでした。どうも、みきです。人が見てる。はい。確かにみんなちょっと今暇だから見ちゃってる。視線が。オニオンフライをなんか味変で使ってください。全然残しても大丈夫なんで。あ、いらっしゃいませ。どう、卒業して、でも、うん、めっちゃメンバー立ってて確かに、ね、この辺とも合ってるから、あんまり卒業した感じがしてなかったでも分かる分かる、グループでさ、コロナ中ってがっつりなんか握手会とかもなかったよね、うん、もうお話し会オンラインでやってたりとかはありましたけど、劇場公演もね、なんか前ほど頻繁じゃないイメージ、まあ、や
そう、8人になっちゃったから、みんなが16人で出る機会あんまなくなっちゃった。8人ってなんか寂しく感じそう。8人って少ないよ、ね。でも16人でやるともう、おいびっくり、確かにびっくりしちゃうから、8で慣れたら。やっぱメンバーって変わらないよね。わかる。本当に変わらない。うん、てか、まあ、どっかで変わるか分からないけど、どっちかじゃないですか。褒めよう一回。やっほー、どうも、誰だ。あー、みなみちゃん、いらっしゃいませ、こんにちは。ねえ、やだーやだー、はじめまして、北原理恵と申します。嬉しい、会いたいと思ってました。すごい、今日バムの出しんや、なんだなー、バムの出しんや、かわいい、プレゼントかわいい。ねえ、めっちゃいるね。すいません、お久しぶり。久しぶりです。黒はね、うん、すごい量のこと心配してて、いや違う、量はちょっとな、俺もお腹いっぱいになれるのかなみたいな。いや、ほんと、わかんないから大盛りで出しちゃって、わかんないから、そば食ってこようとしたら高見に止められたっていう話、ね、じゃあこの後そば行ってもらってこの前出した時より美味しくなってると。マジで、はい、すごくない、そこからパワーアップする、パワーアップしました。いやけどこれだったらやっぱ両方味わった方がいいんじゃないですか。そうですね、おすすめはそうです。一緒にしましょう、はい、一緒で、はい、ちょっと多めでお願いします。あ、わかりました。クロちゃん仕様。クロちゃんには何グラムで提供？クロちゃん何グラムでしょう。でもね、見て、あ、デカ皿、クロちゃんにはあとデカ皿をそう用意しましたので、どう、紹介になっちゃったって久しぶりです。もう大丈夫ね、変わんない、久しぶりな。どう、この3人ノースリーブスです。15年やったらこういう風になっちゃいました。どっちがどっちみたいな。やだなどうぞ。美味しそう、めっちゃ美味しそう。クロちゃんの持ってくるから、はい、なんかやばそうだ。すごい、うまそう。これ、わー、すごい。黒仕様だよ。嬉しい。だよ、オイブラックとか。これ何の意味があるんですか。より美味しくなります。そういうことです。え、まだ一発目食べてないのに。美味しくなる。これ込みなの。これ込みなの。どうです、うまい。お、うまい。うん、でも本当に食べてる。え、ちょっとパワーアップしましたよね、うん、うまっ。どうですか、クロちゃん。え、お店だ、そこ。うまっ。やばい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 。すいませんね、あの、私たち一応そこそこ散歩って番組やったんですけど、そこ知れるうまさだみたいな言い方は、そこうまありがとうございます。いや、ね、なんともすいません、ね、いや、うまわわわ、そっちの方がわかりやすいね。そっちの方がわかりやすいね。またバイバイ、またね、楽しんで、また来てね。でもいいね、メンバーいっぱい来てるね。あ、そう、だからなんか同窓会みたいな。けどなんかね、そういう機会を作ったっていうのもあるしね、なんかね、確かに。はい、早っ、クロちゃん早っ。うわ、早っ。いや、めちゃくちゃ美味しいんだけど。嬉しい。びっくりした。いやいや、本当になんか変にそば食ってこなくてよかったな、うん、あー、よかった。行ったでしょ、ほら。みち、味の感想ちょっと言ってもらっていいですか。あ、お願いしていいですか。どうですか。キーマカレーが今まで食べた中で一番美味しかった。みち結構あのカレー好きでカレー食べに行ったりもしてるから、うん、本当にその中でキーマナンバーワンを、やったー、嬉しい。美味しかった、本当に美味しかった、本当に美味しかった。こんにちは。あー、こんにちは。ピークタイムですが、ピークタイムですね。嬉しいですね、うん、でもね、どうですか。すごい嬉しい。嬉しい。お店の味、本当ですか。お店以上、めっちゃ美味しい。
しかったですか？美味しかったです。本当に美味しかったです。どの辺が美味しかったですか？いやー、なんか、どっち？面白い方？どっち？それは読み取ってね。大地をね、こう、駆け抜けるような味わいが。はい。一口目ね、こう、はい、すごいスパイスの方が。どっち？ありがとうございます。ありがとうございます。マジ熱い。結構強口が熱い。ちょっとちょうどいいです。この暑い日にカレーが。うわ。本当に美味しいですか？美味しいですよ。これはリンゴジュースに罪はないんです。ね、すごい。あ、本当だ。すごくない？全員バラバラだ。日高さんと NGT と AKB と、はい、すごーい、うん、初 NGT じゃないですか？確かに、まあ、まだ誰も来てない。北原先輩のいいところってどんなところですか？はい、私がそのグループの時から本当に、うん、私が一番好きな大先輩だったんです。そうなんです。はい、48グループを目指すきっかけになったのもリエさんっていうくらい、本当に夢みたいな時間をいっぱい過ごさせていただきました。100点の、はい、100点泣いちゃうやん。嬉しい。妹さん、どうですか？あ、絶対に来るの。構えて、同じチームでしたもんね。うん、横系で、あの、そうだよ、めっちゃ可愛がっていただきました、はい、私の弟があの劇場公演見に来てて、あの引っ越しましたの、うん、紙テープを、うん、リエさんがこう投げた時にたまたまこう弟の頭にぶつかっちゃって、うん、それで弟がリエさんの大ファンになったんです。いい話がいっぱい出てきます。絶対使いましょうね。舞台からずっと仲良しなんだね。でも今日1年ぶりに遊んで、そうなの？ニコちゃんが誘ってくれた昨日。そうなんだ、ね、いけるいける。え、よかった。タイミングタイミングよくてよかった。久々にそうトップで、ね、そうなんだ、ね、2年ぶりぐらいだよね。そう、だから本当にありがたいタイミングで、すごい嬉しい。人をつなぐキタリエカレーさんですね。お誕生日プレゼントもらっちゃった。当日にさ、LINE したのにさ、人の誕生日覚えられないからさ、あれ今日じゃんと思って送ったと思って。北原リエさんとの一番の思い出は何ですか？思い出？でも現役の時は正直そんなになんか後輩と先輩みたいな、うん、そう、りっちゃんが気遣いさんだから舞台で一回一緒になって、そっから、うん、もう打ち解けて、そう、そこで、あれ去年でしたっけ？2年前？え、結構前だよね。あれでも2年前だっけ、ヒデさん言うなり。うん、2年前か、そう、2年前。この料理したい。当人たちは覚えてない。そう、覚えてない。2年前の夏に舞台共演して、うん、して、その時も本当にヤンさんがいなかったら乗り越えられなかったなっていうデュエットもしたもんね。そうだ、そうなんですよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。嬉しい。はじめまして、北原理恵と申します。よろしくお願いします。お願いします。すごい、生産者の顔が見えるカレー。かわいい。なんかそ、東京一緒に出てたテラスハウスがなんかネットフリックスからなくなっちゃうらしいみたいに聞いて、私最終回とか見て、自分の家を出てく回とか見れてなかったんですよ、今まで。なんかこれなくなっちゃうなら見ようと思って、ももちゃん家でね、一から見たいよね。そう、一から。うん、感動した。普通に分かる、泣いたと思った。自分たち見て泣いた。可愛い。ここが、うん、そうなんですよ。そうなんです。前ね、去年舞台でね、それが YouTube ですか、見に来てくれたから。あ、そうなの？うん、もう乗せちゃって大丈夫。マリアちゃんはお料理の人ですか？やめてくださいよ。そうだよね、やめてください。待って、急に思ったの。やだ、緊張させないでしょ。違う違う、調理師免許持ってます。うわ、すごい。違う違う、調理師免許。煽る、煽ってください。うまっ。アッチャール最高。おお、嬉しい。アッチャールマジで好き。アッチャール、カレーと一緒に食べたら味変になるので。ちょっと言ってやる。あ、すいません、あの藤森慎吾さんがいらっしゃくれたんですけど、今5時半なんですけど、6時に次の現場に行かなきゃいけない、はい、すいません。しかももうご飯も食べてきて、今日あの王様のブランチのロケで仕事も来てきた。それでも来てくれたってことですよね。優しい。いやいや、あのマジ美味しかったからさ、前。そうですね、じゃあ YouTube で作ってくれて、じゃあ俺が配膳しようかな。
しかも夫婦でやってるっていうのでいいっすね。ヒデさんが買い出しからずっと車出していただいて、まあもう普段から見ちゃってるんでね、そのラブラブっぷりは。この間の誕生日の時もヒデがサプライズパーティーをね、なぜかその日に僕と高木拓也を呼んでくれるっていう、それ4人でお祝いしました。お待たせしました。あ、どうも。いただきます。ちょっとこのミニ盛り、ミニ盛りがすごい、ね、ミニ盛り。うまい。あ、よかった。相変わらず、いや、うまい、うまいねー。ごめんなさい、サービス精神が忘れちゃった。仕事してるって言わないです。すごい仕事してる。仕事の合間に仕事しに来てくれて。めっちゃうまい、マジで。本当ですか。え、これはさ、うん、前、あ、これ新作です、チキンココナッシュ。チキンだよね、これ。そうです。こっちちょっと楽しみ。そう、しかもチキンが結構こだわって作ってるので、柔らかい。絶対お店出した方がいいって。うん、チキン柔らかい。お、うまい。本当にやればいいのよ、お店。おー、や、ね、やりたいんですよね。ね、そこら辺、ね、小栗旬界隈からお金集めて。出しますよ、こっちも。でも藤森さんも出してくれるという。いや、それ出すよ、噂を聞いているので。マジで、だってみんな行ったでしょ。本当にうまい。わーい、ありがとうございます。連載。やったー。マジでうまいんだ、このテーマカレー。ありがとうございます。ファンなのよ。ファンが。出資者が決まったのでお店出します。おめでとうございます。これ出した方がいい。独身の僕をいつも気にかけてくれてありがとう。いや、カレーの感想じゃないじゃないですか。もうそれも含む。あ、そうですね。また来てください、いつでも。はい、バーベキューしましょう。バーベキューしましょう。はい。お邪魔じゃなかったですか。あ、全然お邪魔じゃなかったです。あ、本当ですか。はい。旦那さんの方からはちょっとね、クレームがたまに入ってせっかくの2人のいい雰囲気が。ちょっとね、2人のいい雰囲気の時に来られるのは迷惑ですけど、今日はありがとうございます、お忙しいのに。いやいや、俺手ぶらで来ちゃったし、ほんとに。かっこいい。コーヒー飲みたい人。あ、いました、いました。コーヒー飲みたい人。はい、コーヒー飲みたい人。あら、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。たまたま合掛カレーです、ね、すごくない超お店じゃん。確かに。私も合掛カレー。私も合掛カレー。じゃあ合掛カレー。T シャツを作ったの。あ、そう。T シャツを作った。すごいね。物販ないの、物販。ちょっとまだ今後ね展開していきたい。あ、そうなんだ。来て食べたかったわ。あ、嘘。あ、ファンがもう。こういう希望ファンがいました。ちなみにお酒も飲めるので。じゃあハイボールお願いします。嬉しい、ゆいちゃんが飲んだんだ。ビールサーバーあるんで、じゃあ、なんか嬉しい。ゆいちゃんのテンション上がる。あ、ありがとう。ありがとう。久しぶり、元気。嬉しいですよ、元気です。じゃあ、いつも私、サマユリとの距離感が何回でも分かんない。何回もあって、もう最初みたいな。うまっ。マジで美味しい。どれも美味しい。うまっ。本当に。本当？うん。はい。じゃあこっち見てください。パパ。はい、見てください。はい。マッチも行きます。えい。え、めっちゃいい写真。ありがとう。ありがとうございます。期待の100倍美味しいって言ってたしーちゃんが。本当にうまい。なんか私こういう時ちょっとカッコつけちゃうけど、美味しいって言って。まずその、そっち。インドに行って。ね、思った、めっちゃ羨ましいって思った。仕事なんですけど、うん、カレーを食べるわけで、うん、見たよ、オンエア見たの。マジですか。めちゃくちゃ美味しかったの。絶対行った方がいいですよ。来た。ちょっとちなみにお酒のおつまみでアチャールだけ提供もやってます。あのその紫玉ねぎの漬物、めっちゃ美味しい。インドの漬物、インドの漬物あったわ。あった確かにあった。嬉しい。連絡もらえて嬉しかったです。ホワイトかったから連絡しました。ありがとうございます。ヤッホー。あれ合ってる。私がヤッホーっていうの。でした。私が言ってしまって。先生始めます。ヤッホー。あ、サンホー。ちょっと早くない？早い。絡みはあったんですか？いや、あ、でも一回、なんだっけ、何でしょうか？99人の壁で。そうだ。ワンピース。つい最近、卒業後でした。一言とサインなんかをいただいて。すごい。もうあんまりね、ないんですけど。ピーガルすればよかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。
あ、別府さんが来てくれました。どうもー、お邪魔します。妹さんです。大人気店で妹と一緒に来ました。ありがとうございます。誕生日おめでとう。ありがとう。めっちゃ嬉しい。私の大好きなブラシなの。お風呂の中でもう使えるやつなんだけど、根こそぎ汚れを取るっていう。今髪に悩んでるんで嬉しい。あのりっちゃん見て、長くなったな髪の毛またって大変だろうなと思って。ありがとうございます。大切にします。では少々お待ちください。待ってます。あ、姉さん。言ってないんですけど、来ちゃいました。ふたりえ強火ファンが来ました。ふたりえ乾杯。あ、失礼します。これストップとかいうタイプですか？あ、いや、こちらで決めます。2日間でこんなに来られたってことですか？あ、そうです。すごい。目標人数を48人に設定してたんですけど、多分行ってますよね。行ってる、うん、すごい。北原さんと一番の思い出。一番の思い出、何だろう。メンバーの頃の思い出ありますか？これといった思い出はあのサンホは個人的にすごい好きだし、仲良くなりたいってずっと思ってるんだけど、うん、あの思い出はないです。ありがとう。ごちそうさまでした。ありがとうございました。オーダーの振る舞いが。一番の思い出は、わ、これはあるよ。でもこれ言っていいんですか？確かに言えない。現役時代、うん、一番飲んでた先輩。でもマジでこれ本当にメンバーだけなんですよ。マジ何が怖いって。男の子とかそんなのんでしょみたいな、うん、本当にびっくりした。悲しいぐらいない。だから結構すごい仲いい、うん、仲いいんですよ本当に。どうも、あ、はじめましてです。すいません、SGT メンバーの、はい、あ、現役2人。現役元メンバーの、はい、あ、お世話になってます。お世話になってます。笠原秀樹と言います。今日はじゃあ、はい、はい、美味しく、はい、はい、じゃあオーナー目線で今日はみんなありがとう。かわいい。美味しくなれ、いただいやってますか？よっ、美味しくなれ。別料金が、あ、別料金いくらになりますか？1回1000円。あ、払います。払います。じゃあ、おいしくなーれ、萌え萌えキュン。甘っ、激甘だな、NGT。 手を合わせてください。はい、はい、いただきまーす。いただきまーす。かわいい。ありがとうございます。どう？どう？おいしい。うまっ。うまい。うん、皆さん作ったの？うん、作りました。めっちゃ美味しいです。やっぱ YouTube とかで見てたので、うんうんうん、私よく作るよって喋ってるので、うんうん、食べれる日が来るなんて、嬉しい。可愛い後輩だ、うん、でしょ。本当に可愛いでしょ。やっほー。やっほーやっほー。顔ちっちゃすぎる。え、わかる。ちっちゃくなった。痩せた。これマジ最近言われるよ。ミキティさんに似てるって言われる率が、もう今までの 日じゃないぐらいミキティさんに。なんか痩せたんだ。ミキティでーす。やめない。マジで。違うか。ありがとうございます。え、何これ、やだ。うん、みんな見てます。どう？みんな見てます。現役の時から一番食レポが無理ですね。みんな見てますよ。でも普通に食べます。普通に食べます。いただきます。いただきます。いただきます。あんまやるとそっか。そう、下手だ。間違えた。いいよ。今日ラストのお客様、のえちゃんに最後のサインを書いてもらいたいと思います。書いてやります。いや、声って言うの。ミキティー、これで私は今回の意味がわかんないんで、これで押したいと思います。のえちゃんが最後だったんで、人数をちょっと数えたいんで、数えましょう、数えましょう。1、2、3、4、5。これ早送りのところですね。そうです。ペラ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 。48。お、え、4、1人、48人目しんちゃんで私。すごーい。
69。おー、すごい。いやでも目標は2日間で48人を目指していたので大幅超えて、すごい、2日間でカレーを約70人の方に食べていただくことができました。もう本当にこれは来てくれたメンバーやお友達、そして何より手伝ってくださった本当にスタッフの皆様のおかげで無事に終えることができました。もう2人へ大カレープロジェクト、これにて終焉です。本当に今回初めて結構食べてくれた人もいっぱいいて、なんかみんなに美味しいって言ってもらえることの幸せと、やっぱ飲食をやることの大変さ、仕込みだったりとか、こう待たせちゃダメだとか、そういうことの大変さも思って実感することができて、とても楽しい2日間準備入れて3日間でございました。最後まで動画も見てくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。もし北里カレーが開店することになりましたら、皆さんぜひ食べに来てください。そんな日を夢見て、ではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント今言わないです。あ、そうなんですね、はい。